今回の動画は、とある作品に衝撃を受けたって話なんですけれども、ちょっとその作品についてはですね、タイトルとあらすじぐらいは喋るんですけれども、内容については一切喋れないので、まあ、それでもいい方はちょっとこの動画を見てください。めちゃくちゃ、すごい作品に出会いました。世界で一番透き通った物語というですね、あの、5月の1日に発売された、あの、新作の小説になるんですけれども、作者の方が杉光先生という方でございまして、あの、ライトノベルをメインに、あの、活動している小説家の方でございまして、一般文芸でもね、いろいろ、あの、作品を発表して、 していたりするんですけれども、まあ、有名どころで言うとアニメ化もした神様のメモ帳だったり他にはさよならピアノソナタとか生徒会探偵キリカ今ね電撃文庫で観光中の楽園ノイズとかが、えー、かなり人気の作品ですねて方がですね書いた新作のまあ、一般文芸のね小説作品になってくるんですけれどもちょっとこの作品あまりにも衝撃的だったというか本当にこの作品読んで良かったなと思ったのであのちょっとね動画で話させてくださいでまずこの作品あらすじと帯にですね予測不能の衝撃のラストネタバレ厳禁って書いてあるんですよ よね。大抵この歌い文句ってもう何百回見たことかって感じなんですけれども、大抵まあ衝撃は受けるんだけれども、そのなんか結構上がりきった。予測不能とか言って上がりきった。ハードルを大抵下くぐること多いじゃないですか。この作品ね。 本当に衝撃的だったというか、よくもまあこんな作品作ったなってびっくりしたんですよね。これは確かにネタバレ厳禁だと思いましたね。うん。これは実際に読むという体験をして自分で気づくまでがワンセットなんですよね。その感動っていうかね、うわ、マジかよっていうね、もうこれと同じ体験は二度とできないなっていうものがここにありましたね。うん。重要なところというともう一つありまして、あの、これ、電子書籍ないんですよね。うん。紙でしか、えー、発売されていなくてですね、なんでだよって最初。 思ったんですよねあの僕はですね、あの、漫画とかラノベとか、電子書籍にも完全に移行しちゃって、もうここ2年以上ですね、あの、紙の書籍を全く買っていなかったんですけれども、この作品が紙だけと聞いてですね、んちょっとまあ、じゃ久しぶりにしょうがないなと思って買ってみようかなと、ちょっと杉光先生の新作気になるし読んでみようかなと買ってみたんですよね。で、あ、そういうことかと。 紙じゃないとこれはできんわと。あの、紙で読む意味というか、うん、久しぶりになんか本をね、なんか手に取ってですね、実物の本を紙をね、手にして、こうページをめくっていくっていうこの体験ですよね、この一つの。これは確かに、電子書籍は今後未来英語不可能ですね。うん、紙じゃないと絶対にいけない作品というね、それがまた面白いところなんですよね。とまあ、ハードルを上げに上げまくったんですけれども、まあ、ジャンル的にはミステリー作品ですね。まあ、主人公のお父さんがミステリー作家でございまして、 物語の冒頭になくなってしまうんですよね。そんなお父さんが死ぬ間際まで書いていた小説、世界で一番透き通った物語っていうね、タイトルの小説を探していく話なんですよね。どっかその小説が行ってしまって、まあ、それがどこにあるのかのありかをね、探していくっていうね、いろんなところをめぐりながらっていう感じの内容になっていくんですけれども、いや、本当にこの作品は読んでよかったなって心の底から思ったんですよね。いや、小説面白いってね、久しぶりに思わせてくれたというかね、うん。なんか本当にいい体験をさせてもらいました。世界で一番透き通った物語。 ぜひともね、少しでも気になった方は読んでみてください。これは実際に読んでみないとね、味わえない。ものすごい体験がここにありました。それじゃまた。